はいどうも、ひらちゃんです。じゃあ本日は8月30日に再演されたこちらの深淵のトガ人の伝説の宿敵たちの竜王、これの8人同盟の方が結構クリア率が低かったりする。最初の第1回に比べれば今回は再演ということで、まあ前回よりはって感じではあるんですが、ただそれでも結構勝率が低かったりとか、どういう立ち回りをすればいいのかわからない、そういう方が多いんで、今回は野良の同盟バトルで何の職業がおすすめだったりするのか、そちらを紹介していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。で、おすすめの職業をもう最初に言っておくと、まずは回復職なんですが、可能であれば賢者もしくはデスマスターが一番おすすめだと個人的には考えます。賢者は奇跡の雨をすることで敵の連続噛みつき、それをめちゃめちゃ耐えやすくする。あとはデスマスターなんかも結構死人が出ちゃうんで、そこで蘇生ですぐにバイキルト状態を維持した状態で蘇生することで、即戦力としてやられてしまった人を前線に復帰させることができたりする。あとは単純に最近はゴーストとかその辺の火力もめちゃめちゃ高くなったんで、回復もしつつ火力も結構出せるっていうことで、デスマスター結構優秀かなと思います。で、ついで僧侶って感じなんですが、僧侶に関しては賢者がいて初めてなんかめっちゃ安定するような、そういった職業です。仮に回復職が僧侶だけになってしまうと、連続噛みつきがまあなかなか耐えられなかったりする。当然そこにガーディアンとかがいて天候の守りとかをかけてくれるんであれば耐えられたりはするんですけども、まあそれでも結構シビア。味方全員にフバーハで滅却をかけられるっていうことは結構良かったりはするんだけども、まあただひたすら回復しまくってても結局連続噛みつきでワンパン即死しちゃうんで、あまり意味のない回復になってしまったりもするんで、僧侶で行く場合であれば聖女とかで、あとは女神とか、ただ回復しまくるだけじゃなくて、そういったことを駆使すると結構安定するのかなって感じはする。で、次が火力職なんですが、火力職に関しては無難におすすめなのが武闘家で、あとはバトルマスター。ただ武闘家に関しては自分でバイキルトができない分、結構死んでしまうっていう人は正直やめた方がいい。結構死んでしまう、ちょっと自信ないっていう人はバトルマスターが無難におすすめ。あとはヤリパラとか、この辺も結構良かった感じですね。あとは魔剣士、これも結構いい。自分でバイキルトできるんで、仮に死んでしまったとしてもちょっと結構火力のロスは出ちゃうかもしんないけど、攻撃力上昇を自分でできるんで、まあ結構いいのかなっていう。で、あとは海賊、これは単純に自分が仮に死んだとしても大砲くんがめちゃめちゃダメージ出してくれるんで、ひたすら集中砲撃とかをやることで一定の火力をひたすら出し続けることができるんで、まあ優秀かなと思いますね。で、あとはガーディアン、これなんかも結構おすすめ。割とバカにしてる人多いけど結構火力出せるんで、まあ全然ありかなと思いますね。ただ天候の守りにあまりにもこだわりすぎると火力が出せない、正直いらない職業になるんで、その辺はちょうどよくやる必要はある。てな感じで火力職と、だとは中間職、中衛ですね。そちらなんですが、もうとりあえずもう魔法戦士、だとはレンジャー、だとは天地雷鳴士、この3つじゃないかなって思いますね。いやいや、フラちゃん旅芸人とか、まあ火力も出せて、で回復もできて蘇生もできる、うわ優秀じゃん、入れた方がええんちゃうのみたいな、そう思う方もいると思うんですが、ところがですね、この竜王の8人同盟において旅芸人はマジでちょっと役に立たないというか、なんとも言えん。火力もそんなに出せるわけじゃないし、かといってレンジャーのように守りの霧を味方に付与してブレスを無効化できるわけでもない。魔法戦士みたいに竜王の毒性耐性を下げて味方全体の火力を上げられるわけでもない。せいぜいあるとすればレボルスライサーぐらいなもんなんで、もうレボル系といったらレンジャーめちゃめちゃあるんで。なので竜王においての旅芸人というのはレンジャーの完全介護官でしかない。むしろ旅芸人が入ってきてしまうことで他の回復職の席が奪われて、本来賢者が入る枠が旅芸人になったりするんで、もうこの辺はねちょっとやめた方がいいかなと個人的には思ってる。ただブーメランを装備していることで回復職として見なされるんで、まあ本当に旅芸人でワンチャンやりたいっていう人であれば、例えば開幕にマッチングの時だけ扇を持っておくとか、まあなんなら扇とかでも祟り目演武が最近では、まあ実際どれぐらいのダメージが出るのかわかんないけど、もしかしたら結構いい火力も出るかもしれないんで、まあとはいえどね、やっぱレンジャーの介護官っていうのは変わんないんで、旅芸人はやめた方がいい。あとは占い師、これもやめた方がいい。単純に中衛のポジションを取ってしまうことにもなるし、火力を出せるかと言われると、まあやっぱ今回相性悪いんですよね、竜王と占い師っていうのは。別になんかこうデバフをかけられるわけでもなければ、敵の属性耐性を単体のやつ下げて、でいい火力を出せるわけでもない。まだ道具使いは条件次第ではめちゃめちゃ優秀ではあるんですが、まあただ基本的にはいかない方がいいですね。状況次第っていうのはレンジャーとか魔法戦士がいてきっちり火力を出せる状態の時でガ
ジェットを敷いた時はめちゃめちゃ強いんだけど、ただそれ以外の時、味方が死にまくってる時に適当に自戒を敷いたとしてもほとんど意味がないし、ガジェットを敷いたとしても誰も使わないし、特にすることがなくなってしまうので、道具使いは結構危険な職業ではあるといった具合に、おすすめ職業とかそうでない職業っていうのも紹介したんですけども、この中からまあフラちゃんのちょっとしたおすすめというか、個人的に好きな職業っていうのの立ち回りを少し紹介していきたいと思う。それではまずは一つ目、こちら天地雷鳴士。こちらなんですけども、まあ個人的に結構好きな職業で、っていうのも蘇生もできて火力も結構出せるっていう、まあそういった職業で全然ありだと思うんですよね。で、可能であればブレス耐性100にはしてほしいんですけども、まあとりあえず盾とかでその辺でいい感じに底上げしてもらって、ブレス耐性が 60%、 とりあえずそこまでいけば神道滅却でブレス耐性は100にできますんで、まあそんな感じでうまくやってもらったらいいのかなっていう。ちょっと自分の場合はブレス耐性頑張って 57% なんで、まあ体上にね 10% とかその辺つければ、まあ全然盾と体上でいけると思うんで、無理に 100% にする必要はございません。で、これマッチングする際の注意点なんですけども、スティックを装備したままマッチングすると非常に良くない。スティックを装備したままマッチングすると純回復枠として扱われてしまって、ちょっとこちらの竜王のマッチングの仕様がまだちょっと分かってはないんですが、他のマッチングの仕様と同じなんであれば、例えば自分のパーティーが武闘家、武闘家、レンジャー、スティック天地雷鳴士みたいな感じになったりする。そうなれば当然火力の方も安定しなくなってしまうんで、マッチングの時とかは杖とかを装備しておくといい感じかも。じゃあ早速ちょっとやっていきましょうか。はい、というわけでマッチングいたしました。味方はレンジャー2人に僧侶に天地雷鳴士っていうね、まあなかなかこう偏った構成ではあるんですが、まあ、とりあえずマッチングしたらあとは盾に持ち替えちゃって OK。で、やることといえば、とりあえず現場でまずドメディ、これ召喚、お、これ俺の一押しですね。で、これ結局なんつうか、竜王で一番失敗する原因っていうのが結局火力不足なんですよ。なので、まあ、そこを補うためにとりあえずドメディを出してもろてですね。で、あとは頑張って火力を出していくっていうのと、スティックを持っているんで蘇生の方もかなり得意になりますんで、まああとはもう死人が出たらひたすら蘇生を繰り返すっていう、そんな感じでやると結構いい立ち回りになるんかなっていう。おいしょー。で、守りの切りがいつまでもあるわけじゃないんで、神道滅却とかこの辺をうまく挟みながら、よし、これやっべ、こういう時はと防御でなんとか耐えていくんですが、運よく通常攻撃だったんで耐えれました。で、これはね、頑張って下がって、よし、で、OK。で、なんかレボルとかもろもろ入ってるんで、これで真空竜巻とかで、おれ、よいしょ、4000ダメージ。おーっと、すいません、ジャンプし忘れました。ジャンプしてください皆さん、この変な床を召喚するやつは。で、現場解放とかして、で、よし。で、ドメディもめちゃめちゃいい火力出してくれるんで安心してください。自分割と火力出てるんで、おら、よいしょ、いいダメージ、4000ダメージからの、まあちょっと狙われちゃってるんで、ここはおとなしく下がる、バランクスする。よし、他に魔法戦士とかがいればより天地雷鳴士の火力っていうのが際立つんですが、まあ、ちょっと今回いないんで、まあ残念ですね。よし、で、あとは、よし、来た、あ、ちょ、危ない、大丈夫。ポップスティックとかやっておくと、ジャンプし忘れちゃった人がいた時にまあ結構安心かもしれん。で、死人はとりあえず出てないですね。あ、ポップスティックが行きました。で、あとはちょっと、まあとりあえずこの床のフェーズの時に結構死人が出たりするんで、そこを注意しながら、危ね、ちょ、死人が俺になるとこでした。で、あのウィルさんが今裂傷、やけどやられを患っているんで、まあその辺のなんかこうケアとかもしながら、で、まあドメディは忘れず出して、よし、また自分がタゲ引きましたね。で、遠距離でできることといえば、ちょ、攻撃すると危ないんで現場解放とかこの辺で、で、ピオリムとかも、まあ、ちょっと余裕があればやってほしいんですが、そんなに恩恵的には大きくないんで、まあ、とりあえずひたすら火力を出すのがいいと思う。で、今、ドメディが5000ダメージ出しました。で、自分が4000ダメージ。で、からの、はい、もう一丁、うわ、くたばれ、よし、いいダメージ。素晴らしい。できれば魔法戦士がね、いてほしかったっすけど、まあ、いないんであればしょうがない。こういう時も遠距離から攻撃できるのが強み。物理アタッカーだと、あのなんか変なサラミトラップが出てきたら、まあ、ちょっと待つしかないんですが、まあ、ところが天地雷鳴士であればこうやって攻撃できると。で、これダリルさんが死んじゃったんですが、まあ普通に蘇生してくれました。で、神道滅却とかもちょっと自分でちまちまと更新したりして、で、現場解放、ちょっと遠距離目から安全に
こうやってそうすれば火力をドメディがめっちゃいい感じに出してくれるんで、でまた自分タゲですね、まあ、ここはちょっと安全に下がりながらファランクスの一つでもやって、よし安定して耐えましょう。ああ、暗黒の霧やったわ。だそうか、ローテ的にそうか、すいません、ローテを完全に忘れてました。でまあもうこの時点でポップスティックとかちょっとやっちゃって、これジャッジメントはしっかりと離れて避けて、みんな立ち回りがうますぎますねこれ。あ、なんか一人死にましたね。あれは俺が蘇生しに行きたいだけど、まあ、ちょっとなんか安定しすぎてごめん、なんか天地雷鳴時である必要なくなってきたわなんかまあでも味方がたくさん死んでしまう現場に遭遇した時に天地雷鳴時だと蘇生がめちゃめちゃ得意で、その分ね自分がいろいろもろもろもじもじやってる間もドメディが火力を出してくれるんで、そういう意味でやっぱ天地雷鳴者は結構強いのかなっていう感じですね。で天地冥道の証とかやって、で、まあ、ちょっと今必殺使うとちょっともったいないかなと思うんで、よし。であとはやっぱ中衛から火力出せるっていうのが結構個人的には結構貴重かなと思ってて、みんながみんな物理アタッカーで前に出るとその分みんな一斉に死ぬ確率っていうのが高いわけですよ。であとは結局タゲ下がりがうまくいかなくなる可能性っていうのが高くなってくるんで、そうなるとやっぱ天地雷鳴時で中距離から火力を出せるっていうのは、まあ、かなりパーティーの安全で、あとは間接的な火力にもつながるんかなと思いますね。俺ら1万ダメージ、いいダメージで、ちょっとこれで俺に来たらシャレになんないんで、ちょっと待って待って待って、危ない危ない、よしよし、ちょっと耐えて、よし、ちょこの今ジャッジメントでみんな散らされた状態でこのブレスの後に連続噛みつきとか来たらマジで終わってるんで、ここはちょっとファランクスとかやりながら、あ、これ灼熱砲は大丈夫、これは、あ、よし、ようやく俺の仕事ができたってもんよ、ありがとうございます。じゃあザオラルをしましょうか。よし、これが本来の俺の役目。 もしこう仮に死人が出たとしたら、それであのメインそう、ね、メインの回復薬の僧侶とかその辺の手を煩わせない。もう僧侶はひたすらベホマラーと聖女とかその辺をできる環境を天地雷鳴士が整えていく、そういう気持ちで。だったら賢者とかも同じ、まあ、あのひたすら蘇生を自分が頑張って、賢者は雨と回復に専念できるような、まあ、そういう環境づくりをね徹底していきましょう。んで、よし、ポッピースティックで、よし、オッケー、よし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 、仕事できた、仕事できた、すぐに仕事、我先にと、よし、オッケー、あ、ちょ、ちょ、今、あれがついてる、ウォークライがついてるんで、その辺も注意しながら、よし、オッケー、終わりました。5分56秒でした。まあ、結構早いですね。初回報酬のラクリマ3種、首危険ゲット。で、あとはガーディアンとか、ちょっと最近ガーディアン推しなんで、ガーディアンの立ち回りというか、まあ、結構すげえんだぞっていうことを、ちょっと皆さんに見せていくんですけども、まあ、片手剣でも両手剣でもどっちでもいいかなって感じなんですが、火力出したいんであれば両手剣がいいと思う。まあ、自分は両手剣が好きなんで、両手剣でいきます。ブレードガードとか使えるようにしておくと、ちょっと連続噛みつきが普通に耐えやすくなる。30%ほどで連続噛みつきがもうどっちかしらガードできるようになるんで、まあ、結構いいかなと。はい、というわけでやってまいりました。お、なんか同じようなドレアの人がいますねこれ、まあ、とりあえずこだわりすぎない程度にこちらの天候の守り、これをしておくことで味方を結構守りやすくなるんかなっていう。で、あとブレードガードとかこの辺することで、まあ、ノーダメージの確率を上げることができる。で、天候連山であとは火力を出していく。で、この際に結構いいなと思うのが、魔法戦士がいた場合にフォースがなかったとしてもフォースブレイクの恩恵をフルに受けることができるっていうこと、そこがめちゃめちゃ強いかなって思いますね。まあ、結構フォースをしない魔法戦士っていうのが野良にいたりするんで、そういう時に、まあ、めっちゃこう嬉しいというか、おい、いい感じで、プラーナソードいいですね。で、カラーの、おい、これでさらにプラズマブレードで、おい、火力をいい感じに出していきの、ただ天候連山でひたすら火力を追い出していく。だいたい5000ダメージぐらい出ますねこれ。武闘家と同じぐらいは出るよ。まあちょっと攻撃の速度が遅いんであれですけど、まあそれでも全然、まあ、ありよりのありぐらいのダメージでしょう。まあいい感じのダメージで、からの、まあ、横から天候連山、おら、ひたすら天候連山をかましていく。で、まあだいたい1分に1回ぐらい天候の守りを挟めれば OK みたいな感じ。まあ、こういうちょっと近寄れなさそうなターンエンドが来そうな時にちょっとこう守りとかしちゃって、なんかすっげえ死んだなこれ。もうこうなってしまうとちょっとあれなんですけど、だとワンチャンメガザルがあるんでね、もしもなんかとてつもないやばそうな時に、まあ、うん、もうどうにかできるってこと。ちょっとなんかお疲れ様でしたとか言ってるけど、いや諦めんなよ、諦めんな、まだまだ早いぞ、まだ勝利の女神はどっちにも微笑んじゃいね。じゃあ、あとはフォースブレイクと
レンジャーのレボルスライサー待ち。それが来たら、まあ、あのプラーナソースかで火力を出していく。で、天候の守りが入っていない人がちょっと目視できるぐらいであればちょっと入れてあげたりして、まあ、そうすると喜ばれます。で、おらよいしょ、そろそろフォースブレイクが来ると思うんで、はい、来ましたフォースブレイク。ここに合わせてプラーナソード、いや、ちょっと大丈夫かこれ。よし、なんとか生きてる。よし、運が良かった。 HP が変わり目になりましたね。おらよいしょ、いいダメージからの、ちょ、回り込んで、はい、ジャンプもしてるよ、 しましたよ俺ジャンプで。あとはそうね、ブーストオーラとかでちょっと火力の底上げもしていき、床とかその辺もちょっと気をつけて、ちょ、危なかったな。よし、で、あとはよし、こういう時防災で、およいしょ、ちょ、皆さん安心して火力を出してください。どうですか。よし、で、あとは天候連山で、よっと、だいたいこのゾーン技の無敵のやつを敷いたら自分は2回だけ行動できると思ってください。2回以上行動すると、まあ、あの効果切れになって自分死ぬことになるんで気をつけましょう。はい、来た、プラーナ、いや、ここで守備力がゼロになって、おお、いいダメージ、これはえぐい。いいよ、自分にあれもかかってるんで、今大くらい状態がかかってるんで、素晴らしい火力が出続けております。いいですね。んで、よし、大丈夫、床も見て、はい、天候連山かましていく。んで、よし、もう一丁、ちょっと危ないかなこれ、なんだこれ、よくわかんねえけど床が残ってますね。大丈夫か、表記バグっぽい。よし、で、からのちょっと離れて、これやばい、近づくとちょっと自分も巻き添えになりそうなんで、はい、いい感じで、からのちょっと目視で天候の守りをかかっていない人がいたんでかけていただいて、よし、叩き潰しにも気をつけながら5000ダメージを連打していく。しかもこれ来ました、サイカ来ました、おら、いいダメージ。お、ちょっとあの HP が足りませんでしたね。900以上 HP があれば今耐えれた。で、黄色になりました。で、したらそうね、ここでプラーナちょっともったいないかな。なので、まあ、通常の特技でひたすら火力を出していき、これは守りの霧が入ってる、大丈夫で、天候の守り自分にはしっかりかけておく。よし、で、天候のこれが来たんで、ジャッジメントはしっかり避けて、おいし、で、よし、単発600ダメージ出てるってことは2400ダメージは出てるってことですからね。そう考えると結構火力出せてると思いませんか。で、レボルスライザーとか、あとはフォースブレイクとか来たら、ね、5000ダメージとかそれぐらいガンガン出せるようになるんで、そう考えると、いや、こういう状態ね、こういう状態でプラノソーズとかやるといい火力出るんですよ、俺。8000ダメージぐらいかな、多分。かなりいいんでね。もう皆さん、ガーディアン結構強いっすよ、俺。もうこれまで俺、ガーディアンとか終わってるマスタークラスとか思ってたけど、いや、そんなことない、最近では。いや、ちょ、すいません。すいません。こういう時に、防災とか使っちゃったりして、よいしょ。安定的にね、火力を出していく。動けね。よし。で、天候連打。ここ2回挟めるんで。はい、2回。1回。で、次に、はい、2回。これしたら、やべ、なんかもろもろかかっちまったぞ、これ。ちょ、助けてくれ。ちょ、助けてくれ。ちょ、なんか、シャイニングステッキとかねえのか、これ。まあいいや、とりあえず、天候のまま、ちょ、自分にできることしとこう、これ。自分にできることな。僧侶誰？僧侶いる？ちょ、アーニャさんが僧侶。ちょ、あの人に、ちょ、頼むわ。頼む。助けてくれ。俺を助けてくれ。もう気づいた時でいい。もう可能であれば。あ、ナイス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 、もう、よし、OK。あ、もうゲーム枠切れてるから。ごめん、俺が単純にゲーム枠体制をつけ忘れてきたんで、単純にすいません、俺が100悪いっす。いや、マジで、いや、本当に。で、ゲーム枠体制皆さんつけましょう。体制の話とか一切してなかったっすけど、ゲーム枠体制だけはつけておくこと。その他には呪い体制とかいろいろあるけど、もとにもかくにも前衛職はゲーム枠体制、もうそれ 100% つけよう。よし、これちゃんと離れて、よし、 OK。 んで、よし、オッケー。火力を出していく。赤行きました。そして、からの、あれは食らうと良くないので、よし、大丈夫。ほら、灼熱は、これは多分大丈夫。よし。で、まあ、大丈夫。もう天候の守りとかで、味方を守りながら、いいですね。あとは、連続神助。俺が天候の守りをしてる&雨があったんで、ジャッキーさんも耐えることができた。よっと。よし。で、おい、守備力ゼロになった。この隙を逃すな。プラーナソードで、いや、ちょっと待って、すいませんでした。ほんますいませんでした。何が立ち回りだって話なんですけども、
まあしょうがない、男はダメと分かっていてもやらねばならん時があるんで、まあ、まさにその状況でしたね。なので俺は悪くないです。すいません。にょっ、ちょ待て、これジャンプジャンプし、ちょ、わたあめも食ってねえから、すいません、ちょこの辺が避けづらくて申し訳ない。で、これ次ブレス来る。で、次にジャッジメントが来るんで、まあ、その前にちょっと天候の守りの一つでも入れてあげて、で、なんか目の前誰もいないんで、よし、ここは俺が、ちょっと大丈夫か、その位置。よし、オッケー。で、カラーの、またブレス、じゃねえ、あれなんだこれ。大丈夫か、よし。来るんで、おいしょ。はい、ダメージ。そして、やばい技。これやばい技なんで、オッケー。で、これ多分、ノラの人はみんな近づいてくるんで、ここで防災を敷いてあげるとめっちゃいい感じ。で、自分は逃げる。自分なぜか逃げる。なぜ逃げるかっていうと、この方向が来たりするんで、なので、方向はこの陣で防げないんで、まあ、そこは本当に気をつけましょう。よし。今みたいな感じでテールスイングとか、で、あとは叩き潰しとかが、エンドに来たりするんで、それを今防災を敷くことによってみんなを守ることができる正しい使い方。おっちょ、これは方向は避ける、避けたろ今。すいません、ちょっと当たってしまいましたけど、まあしょうがないです。これはもうもう当たってないです。これ当たってないです。避けました。何回も言う、俺は当たってない、死にました、すいませんでした、助けてくださいすいませんでした。本当にメガザルで責任取るんで、メガザルで責任取りますんで、ちょっと俺をよろしくお願いします。すみません。おー、ナイス、グランドクロス、いいダメージ。もうちょい倒せると思うんだな。よし、ナイスナイス、エルディンさんありがとうございます。天候のこれはまずい。ちょっと味方が避けられやすいようにしっかり距離を取りながら、よし、オッケー。こっから勝負は、ここからまだ8回の裏ぐらいですから、行きましょう。あとはフォースブレイク、最後のプラーナソードをフォースブレイクとレボルスライサーで合わせていく。よし。で、遠距離、これはまずい、これはまずい。ちょ、メガザ、まずい、 MP がない、しまった。ちょ待って、いやもうこんなことやってる暇じゃないかも。ちょ、俺がひたすら火力を出さなければ終わる。いや、ちょっと待って、床がやばいから、ちょ一回避けて、よし、 OK。 よっと、ちょっとやるしかねえ、俺がやる、俺がやらねば誰がやる。ちょ待って、メガザルをできる力がなかった。ドラゴンボールでいうところのフュージョンをしようと思ったらもうお互いの力がなくてみたいな、そんなレベルでしたね。ちょ待って、行くしかない、アウチ。ちょ、まあこういうこともある。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは竜王のおすすめの職業と立ち回り方ということで、まあちょっと最後のガーディアンはちょっと見なかったことにしてください。まあああいうこともあるんで、さすがにね、ノラで正しい立ち回りをしたからつって 100% 勝てるわけじゃないん で、 あと綿飴とゲーム枠体制はちゃんとつけよう。ちょっと俺もガーディアンに関しては別のところでちょっと一回使い終わった後で、まあ、ちょっとゲーム枠体制を単純につけるの忘れてました。なんかこの辺もブレス体制に呪いガードもすいませんでした。まあとはいえど、おすすめの職業とかそういったところっていうのは全く間違っていませんので、まあ、ぜひとも何で行くか迷った方、勝率を上げたい方、ぜひとも参考にしてみてください。何回も言いますが、旅芸人と、であとはマッチング時にスティックを持った天地雷鳴士、であとはスパスタなんかも準回復枠として扱われるっぽいんで、この辺も行かない方がいいっすね。いつしかの変更で占い師に関しては準回復枠から外れたっぽいんで、まあその辺は安心だとは思うんすけど、まあ正直特にやることはなくなってしまうんで、今回紹介したおすすめの職業でぜひとも竜王をやってみてください。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。